由大学の放課後ラジオ Study for Life。 このポッドキャストは自由大学の放課後の時間、キャンパスに集う人たちの好奇心を掘り下げていくラジオです。こんにちは、自由大学運営の深井です。今日はですね、人気講義ビーガンベジ大学の最終回なんですけども、先ほど終わりまして、素敵な受講メンバーの中から今日はお一人捕まえてですね、突撃で収録をしちゃおうと思います。本日のゲストは福岡の粕屋郡久山町で癒しのテーマパークなゆたを運営している株式会社前田組代表、前田光平さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。こちらこそ。今日講義終わりましたけど、いかがでした？で、ね、福岡から通われて。ありがとうございます。本当に楽しくて、美味しくて、すごく充実した時間でした。ありがとうございます。この癒しのテーマパークなゆたを運営しているということなんですけども、はい、簡単にこう前田さんの自己紹介というか。なゆたを、運営させてもらっている、そうですね、衣食住だったりとか、はい、あとは音楽格闘技が好きな39歳っていう感じだと思います。はい、そうなんですね。はい、このなゆたの施設自体は、皆さんホームページ見ていただけると素敵なホームページがあるんですが、露天風呂付き銭湯&薪サウナもあって、あとはビーガンの玄米おにぎり屋だったり、イタリアン、ジュースバー、カフェ、食料品店、セレクトショップ、花屋などなど、でかなり規模の大きな複合施設をやってらっしゃるということなんですけど、はい、これ始めたのは、はい、なゆた自体は、旧施設を含めると結構長くやってあったんですけど、自分たちが始めたのは2022年の12月なので、1年半ちょっと、もうちょっとで2年ぐらいになるところですね。はい、今日は、前田さんの人物像と、あとなゆたの施設ってどんなものかなと、いうところを聞いていきたいなと思うんですけど、前田さん自体は今ね39歳というお話でしたけど、この前田組という、いわゆる家業を継いだのが30歳の頃そうですねということで、20代ね就職活動もしなかったっていう話なんですけど、この20代何をやってらっしゃったのかというのを簡単に。はい、そうですね、20代の時は、20代前半の時は、大学に通ってまして、就職活動を始めるような時期の時に周りが就職活動を始めるんですけど、なんか自分としてはこうエネルギーはあったとは思うんですけど、こう会社にこう就職するとか、そういうイメージが全然湧かなくて、どうしようかなと思ってて、当時まさにその、今回ベジタイ受講させていただいたんですけど、タイ料理店でアルバイトをしてたんですけど、継続して、そのままこう大学一応は卒業はしたんですけど、もうタイ料理店でアルバイトをし続けるっていうことを、やってましたっていう感じで、23、4の頃は過ごしてましたね。じゃあ将来何やろうみたいなものは、あんまり見えてなかった。そうですね、もう本当全然見えてなくて、で結構ね、そういう今も昔もそういう20代前半の、青年といいますか、結構いると思うんですけど、自分もそういう感じで、とりあえずそういう人たちは、インドに行こうといいますか、アジアに行こうというような感じに、なってくるっていうのが、大体相場っていうところで、自分もご多分に漏れず、アルバイトをしてお金を貯めた。で、そこそこ貯めてインドネシアの方に、まずはバックパッカーというかですね、行きまして、けどその2日目ぐらいに思いっきり失敗してですね、定番の詐欺に引っかかってしまって挫折をしてで一旦東京におめおめこう上京じゃなくて帰国するっていうようなことがっていうところがまず第一のこうなんかある種の転機かなっていうところあります。でじゃあもう全財産なくなっちゃってもう帰るしかないみたいな感じで、そういう感じです、帰ってきて、じゃあこれから何にしようみたいな。そうですね、でとりあえずそこで、でも東京にせっかくいるんで、なんかこうそれでまたアルバイトしてお金貯めてまたもう一回行こうと思ってたんですけど、でただ東京にいるからなんかもともと格闘技さっきも言ったんですけど好きなんで、
総合格闘技のジムが、うん、せっかくあるからちょっとやってみたいなと思って、まあ、総合格闘技アマチュアで少し始めたっていうようなところもありました、うん、そんな20代を、そんな20代を送っていた時に、はい、30歳の時に、はい、まあ、お父さんから、まあ、呼び戻されて、そうですね、はい、その時お父さんがその具合悪くなっていって、はい、そう、時系列的にはですね、厳密に言うとその時にはまだ分かってなくて、うん、で29の時に声、28ぐらいで声かけてもらって29で帰って、うん、で自分が帰ったのが29の夏ぐらいだったと思うんですけど、うん、それでまあ帰って 1,2 ヶ月ぐらいで病気が見つかって、でまあすぐ入院して、まあがんだったんですけど、うんうん、だからまあそのまあ、もしかしたら虫の知らせじゃないですけど、本人もうつうつなんか様子がおかしいな、うん、まあ、こう気づいてたのかもしれないですけど、まあ、一応その帰ってきた後に一応見つかって、うん、で、まあ、療養し始めたっていうのが流れになります。呼び戻される時っていうのは具体的に何て言われるんですか？お前そんなフラフラしてんだったらうちの仕事をやれみたいな感じですか？はい、そうです、まあ、なんかそもそもそのすごく当時は折り合いが悪くて、ちょっとあんまりこうしっかり話せる状態じゃ なかったんで、でまあですけど、確か祖父の母方の祖父のがまあ他界したんですよね。27ぐらいかな、私がぐらいの時に他界した時に再会をして、数年ぶりに、まあそれで少しちょっと話せるようになったっていうか。っていうところで、まあ、わざわざその東京に父が来てくれて、まあ、ちょっと やってみらんかみたいな風にして言ってもらったんで、まあ、自分としてはその何て言うんでしょうね、息子としては非常に父に対しては悪かったと思うので、そういう態度っていうのがなんで、まあ、まあやらせていただきますというか、うん、まあそういう即答ですか？あ、そうですね、それは即答でした、はい、なかなかでもね、重たいものを背負ってく、うん、もうその時も社員も、はい、あ、うん、その時はでもどれぐらいでしょうね、多分その時は30人ぐらい、はい、30人ぐらいだったと思います、うん、はい、いらっしゃったその人たちの、ね、はい、人生をまた背負っていくわけなので、うん、そうですね、うん、なんかそこはこうなんか自然と、まあ、受け入れたっていうか、うん、まあ、むしろこうありがたいというか、こう、うん、恐れ多いといいますかですね、うん、まあ、そういうふうにこうやらせていただけるっていうのは、まあ、ありがたいことだったと思うので、うん、まあそういう前向きな気持ちというかでした、ね、なるほど。じゃあそこから30代は、はい、じゃあ今の前田組の代表になり、はい、うん、でその時の従業員の30人ぐらいの中で、うん、じゃあ皆さんこれから一緒に頑張っていきましょうということで、はい、うん、始めて、そうですね、行ったと、はい、でそこからじゃあそのまさにその前田康平さんの、うん、もう新しく始めたこととしては、はいはい、やっぱりナユタが大きい。そうですね、まあ、元々ご自分のなんか代表作としたら、あ、そうですね、もちろんね、自分一人で作ってるわけではないんですけど、うん、まあ、一応 その言い出しっぺっていうか、うん、っていったところでいくと、そうですね、ナユタっていうのが一つ目の、うん、まあ、なんか仕事なのかなと、まあ、もちろんその既存事業は、うん、もう自分たちなりに大事にやってるんですけど、うん、まあ、新しくっていう意味で言うと、そうですね、一発目っていう感じですね、うん、やりたいことがずっとその温浴施設をやりたいと思っていて、うんうん、でも、ね、希望としてはやっぱり温浴施設ってお金もかかるし、はい、ね、人材もかかるし、なかなか大変な部類のものだと思うんですけど、はい、うん、それを やろう、もう具体的にやろうと思った時のなんか心境とかきっかけとかっていうのはあったんですか？はい、あ、そうですね、なんだろう、その多分温浴施設に対しての思いがマックスで高まったのは、もともとお風呂サウナ好きだったっていうのがあるんですけど、うんうん、こう、まあ、これちょっと恐れ多いっていうか話になるんですけど、その、まあ、27ぐらいかな、その福岡に帰ってくる前に、まあ、またアジアの方にちょっとフラフラ、まあ、2ヶ月弱ぐらいちょっと一人旅をしてたんですよね。その時に、まあ、モスクだったりとか、まあ、教会とかそのヒンドゥー寺院とかいろいろインドの行ってた時期に、やっぱりこうああいうそのなクラシックなその施設といいますかっていうものが、まあ、すごくそこに対しての感動というかっていうのがあっ
ってですね、でなんかこういうすごく恐れ多いんですけど、こういう場、まあ、もちろんそんなこう信仰とかは難しいですけど、まあ、ただその人がこう足を運んだ時に、まあ、こうリラックスできたりとか、なんかそういう気持ちになるような場所を作りたいという気持ちに なんかなったんですよね。でその時にもし日本でそういうことをやれるとすると、その、まあ、ビジネスとしてやれるとすると温浴施設しかないっていうのはその時に強烈に多分思ってまして、うん、でそれからまあちょっとこう、2020年かなの、夏頃にまあもともとあったその福岡の粕屋の温浴施設がクローズしてるのを見て、まあちょっとこう手を挙げて、うん、まあちょっといろいろ交渉の結果一応やらせていただける運びになったので、うん、まあ、そこから2年、1年半ぐらいですかね、準備して、まあ、2022年の、12月に、まあ、一旦ナユタオープンしたっていう運びになります、ね。うん、やっぱりその空間みたいなところ、その、うん、まあ、やっぱ人間って空間から受ける影響っていうのはすごく大きいと思うので、なんかじゃあそういう海外で見てきたそういう大きな、まあ、例えば教会だったりとか、まあ、そういうような、だからそこに入るとやっぱり気持ちも変わりますよね。そうですね、おごそかな気持ちになったりとか。本当そうだと思います、うん、そういったものをこう日本で作るってなった時にはやっぱりお湯じゃないかと。まさにそうです、ね、いや本当そうです。だから向こうだといわゆる信仰というものがあって、うん、まあ、神様がいてっていう、まあ、それは観念的なものが基本的にそれぞれの宗教ごとにあるけれども、日本でもちろんそれをやれないし、まあ、もちろん やろうとも思わないですし、ただ、まあ、これはすごくね、ちょっとただもちろん神様は難しいけど、まあ、自然なもので、まあ、なんて言うんでしょう、すごくリラックスしたこうホッとするっていうか気持ちになれるとすると、まさにお湯だなと。でその空間というか施設の中心に据えるべきものはお風呂も、でまあサウナあるとなおよしっていうふうに思ったっていう。なるほど。それでじゃあその温浴施設うちがやりますっていうふうに手を挙げて、でそこからこう具体的にこう作る時っていうのはどういう風な発想で始まるのか。だ、先ほどちょっと話してた時に、はい、まず最初になんか文章にするんだみたいな、そうですね、話をされてましたけど、そうですね、こう文章っていうの、まあ、頭の中のイメージと文章にこうちょっと落とし込むっていうのは、そうですね、同時進行でこうやってる感じなんですけど、多分こうなんていうんで構造化するっていうか、感じで、まあ、自分の中でこうデータベースをこう作ると言いますか、自分の中でこう箱引き出しというかですね、なんか整理された箱を作ってそこにこう一個一個要素を入れ込んでいくみたいな感じで整理していって、なんか組み立てていくようなイメージでしたね、うんうん。でまあ、それも当然今までこう世界を回っていろんな温浴施設、サウナだったりを見てきてっていうのも頭の中にあってやっぱ出てくるもんですか。そう、やっぱりそういうインプットがなかったらやっぱ出てこない、うん、インプットも大事ですか、それともインプットなくても、インプットも大事だと思います、うん、インプットでも両方、これ本当難しいところだと思いますね、うん、なんかそのいわゆるなんかこうものづくりっていったところで、うん、インプットをどこまで重視するかっていうか、うん、こうね、あるあるじゃないですか、うん、こうインプット大事だけれどもインプットに肯定しすぎると、うん、意外と作らないっていうか、そのなんか人見てるといろんなタイプいて、めっちゃインプットすごい人とインプットしてなさそうに見えるけどめっちゃ作ってる人もいたりとか、やっぱいろんなタイプがいると思うんですけど、なんかそこはなんか結局その人の性格っていうかになっていくのかなっていう気がちょっとします。自分の場合はインプット多分多い方じゃないような気がします。あ、そうですか、うん、多分。こうじゃあナユタを作るときに、何かこう参考にしたような、はい、施設だったりとかってあるんですか、なんか海外とか。参考にしたのは、だからまさにあれですよ、だからインド行った時のそういう施設のバイブスっていうか、うん、っていうのがそうですね、大きいかなと思います、うん、そういうバイブスを出すためにはどうしたらいいだろう、はいはいはい、この土地でみたいな考え で、うんうんうん、そうですよね。だから癒しのテーマパークだったりとか、うんうんうん、あとハイパーバイブス
あ、ハイパーグッドバイブスプレイスを作ろうということで、どうやったらじゃあそのバイブスが上がる場にできるのかっていうことを突き詰めて考えたと。そうですね、考え、そうですね、考えたっていう、まあでも考えてるのかな、でも本当人だと思うんですね、そこはその働いてるっていうか、人だとは思ってまして、その人がどんな人がいるかっていう、ただのハード面だけじゃなく、そこの人だと。そうですね、だからまあ、自分の要素の自分の中で要素は3つだと思うんですけど、まあ施設、ハードとしての施設、働いてる人で、そしてお客さんっていうか、だからそのなんか結局そういうこう何て言うんでしょうね、空間っていうのの構成要素っていうのはもうその3者といいますかだと思うので、まあその複合体っていうかで、いわゆるバイブス的なものっていうのはできるじゃないですか。だからまあ、いいハードというか作り込みをして、まあ、いいスタッフ、まあ、もちろんいい人と悪い人がね、そんなこう簡単にこう分けられるもんじゃないですけど、まあまあざっくりなんかいい感じの人といれば、まあ当然こうお客さんとしてもまあなんかいい感じの雰囲気を出してくださる方がまあ増えるかなっていうか、なんかそういうイメージですかね。なるほど。じゃあまず自分たちがそのグッドバイブスな人である、そうですね、っていうところから、じゃあそれにつられてそれに合うお客さんも結果的に来てくれるだろう、まさにそうですね、だからそのグッドバイブス的なその濃度っていうかみたいなのがどんどん高まっていけば、多少なんかこう事件がもちろん起こっちゃいけないですけど、起こっちゃいけないですけど、まあそういうのもなんかこうネガティブなこともちょっと比較的こう解決しやすいっていうか、と思うので。どうなんでしょう、前田組のその事業規模でそのナユタみたいな施設をやるっていうのはやっぱ大きな挑戦だったのか、それともまあまあ手慣れた感じなのか。いや、大きな挑戦、大きな挑戦ですか。まあ、ただ挑戦っていう表現がまあちょっと挑戦とも思ってなかったんですけど絶対いけると思う当然いけると、絶対いけないわけないと思う、まあ、希望的には大きいけ けどこのやることは素晴らしいことだから、絶対作ったらみんな来るだろうと、まあ、と思ってましたね。もうだからもう広告宣伝費とかいらないと思ってた、もう勝手に口コミでもう話題になってもう行列できちゃった行列並んじゃって、これどうやってさ、もう警備員必要なんじゃないかみたいな。実際警備員ナユタの初日実際契約してたんで、はい、でもう準備してもう渾身の作品が出来上がったと思って、2022年の12月12日を迎えてオープンしました、誰も来てなかった嘘やろうと思いましたけど、これこんなことある、もう本当にこう夢かと思って自分のほっぺたつねったんで、でも痛かったですねっていう感じで始まりましたね。混雑の心配をしてた。そう、警備員もだから最初もう無期限で警備員の方まあ雇用してたわけじゃないですけど、警備会社のさんの方にお願いしてたんですけど、もう1週間ぐらいでもう大丈夫ですっつって。いやもう誰も本当もうね、恥ずかしいっていうか嘘やろと思いましたね。もうそういう話大好きですねもういやもうなんか経営ってそういうね、分からないことがとね、たくさんありますよね。いやもう本当もう最初の事業計画のもう何十分の1っていうか、もう目も当てられない状態だったんで、それはでもやっぱりだから、はい、その知られてなかった、 いくらいいものを作ったとしても知られてなかったってことなんじゃないですか。まあ、一応ですね、広告宣伝としては、1週間前ぐらいかなに折り込みチラシを入れたんですよね、地域の それとまあ一応インスタ、まあ、ただインスタその当時フォロワー数とかほとんど、まあね、どれぐらいかな、200とかぐらいだったんで、まあ、それの効果はほぼなくて、まあ、あとはもうそのスタッフの知り合いとかぐらいですよね、知ってるのは。しかもそのなんかチラシが普通だったらその美味しそうなおにぎりとか、マルシェの写真とかを普通だったら載せるんですけど、やっぱ当時本当にこう勘違いしてて、もう真っ黒のなんか紙にナユタと一文字あって、
ただもう思想をそこに書くみたいな、もう完全に怪しい、もう見た瞬間なんか気持ち悪いって普通だったら捨てるような感じの、もうこれは本当に、ね、まあ、当時の自分の愚かさをですね、もう今恥ずかしいですけど、もういかに自分が見えてなかったかっていうか、自分だったり自分たちが見えてなかったかっていうか、まあ、かっこいいけれども、まあ、伝わらないとか人を選ぶとかですね。いや、だからなんかその、まあ、自分がやっぱ今まで触れてきたものっていうのがどっちかっていうとその割とアンダーグラウンドなものだったので音楽にしても何にしても、その感覚でなんかもう行ってしまったというか、っていうところはまあ今考えるとですね反省なんですけど、いやーそれは冷や汗ですね。冷や汗ですね。4億円かけてやったっていう話もノートに書いてありますね。そう、 お風呂でですね、うん、全然で、クラウドファンディングもね、やってらっしゃって、でご自分の浩平さんのその全財産とか親戚の全財産、そうですね、なんか銀行から借りてとかって内訳書いてあったじゃないですか。はいはい、うん、でそこだけかけて、もうプレッシャーもね、あって、で社員もね、やっぱみんな期待してるだろうしっていう時に社員からの目が痛いですね。そうで、まあ、ただなんか自分、まあ、いろいろみんな思うところあったと思うんですけど、直接的にはですね、自分がそんなにこうなんかそれを、まあ、耳には入れないようにしてくれてたというかですね、近い人たちが、いろいろ思ったり言ってたとは思いますけど、それは言いますよね、守ってくれたと。当然、ただまあ一応その、そんなにこうガンガン入らないようには近くの人はしてくれてたっていうか、っていう感じでしたね。なるほど。じゃあそこからじゃあ少しずつ、じゃあ認知度ゼロのところから少しずつ少しずつやっぱり広めていって、もう本当にコツコツっていうか、もうちょっとずつですね、まあ、何をするんですか、まずその何をしよう、どういうこう広め方というか、広め方は、そうですね、まあ、もう本当地道にこう織り込みチラシを、入れるとか、ポスティングするとか、もう本当にこう泥臭い感じですね。あとは何ですかね、あの旅行会社さんの方に営業に行くというか行ってもらうとか、まあそういうような極めて、まあ一時期そのフェイス、インスタ広告とかもちょっとやってたんですけど、まあっていうよりはどっちかっていうと、もう本当地道にアナログなこうなんか広告宣伝の方が効果があるような感じがしたんで、あとまあテレビの方にもまあちょいちょい取り上げていただけるように少しずつなってきて、でも日々のこう積み重ねっていうか、なんか一個何か大きなことがあってっていうよりは、もう本当あのいろんなことをコツ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 やっていってっていうところと、まああとまあ常連さんが少しずつついてくださってっていうところが大きいかなと思います。やっぱり来て一回来てもらったらやっぱりその良さが分かるから、それが少しずつ増えていってっていう、だからかなりあのサウナとかもこだわりの施設ですよね、はい、そのなんかこだわったいいポイントみたいな。はい、そうですね、こだわったのは、まあ、まずは薪サウナっていうところが、まあ、あるのかなと。薪サウナね、手がかかって大変ですもんね。そうですね、薪を入れて、だからそこが温まるまでもまた準備がすごい時間かかるって。そうです ね、まあ、しかもあの朝の6時からオープンしてるんで、まあ、ってなるとね、まあ、清掃とかは4時ぐらいからやってて、まあ、清掃と、まあ、火付けを4時ぐらいからやってくれてて、っていうところで一応その6時にお客さんを迎えられるような状態を作るっていうのは、まあまあね、スタッフは大変な思いをしてやってくれてると思います。薪サウナだったりとか、あとね露店とか、あとはその食事もビーガンの。そうですね、食事、ビーガンっていうのもこう、まあ、まさにですね、まあ、インドに行った時の、まあ、なんてベジっていう、まあ、もう文化というかっていうのだったりで、まあ、それをやっとけば基本的にはそのどんな人でも召し上がっていただけるっていうか、っていうので、まあなんかそのまあベジとかビーガンっていうと、どっちかっていうとちょっとこうまだ特に福岡とかはまだまだこう、まあ自分が食べる感じじゃないなっていう方が結構多いと思うんですけど、あえてあんまりそのビーガンした感じじゃなくて、まあ気づいたらなんか
植物性だったりぐらいの、まあマイルドなあのビーガンにしたいと思ってます、うん、そこもなんかやっぱりご自分が健康をこう崩した経験があって、うん、あ、はい、そのやっぱりビーガンがいいんじゃないかって、うんうん、そうですね、あの、まあ、自分自身もあの純粋なビーガンではないんですけど、うん、まあ、そんなにこう日々こう、あ、いわゆるその今のこう日本というかあ の日常生活ってこう、まあ、晴れとけでいくところの、うん、まあ、やっぱりこう日々晴れというかっていう生活を送っている人が多いと思うんで、まあ、なんか毛があってこその晴れというかですね、うんうん、まあ、デフォルト晴れでデフォルト毛っていうよりは、まあ、その逆が本来の、まあ、人間というかのあり方なのかなと思って、うん、ってなると、まあ、日々の食事っていうのもどっちかっていうと、まあ、そういうスタイルで十分なんじゃないかなっていうのはありますね。うん、その学び方についても、うん、まあ、自由大学なので、はい、まあ、学び方ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、今まで、ね、経験ないものも、はい、なんかかなりあのもう軽やかに、そういうセレクトショップだったり、そのね、うん、衣食住の洋服も、はい、まあ、もともとそういうその土木だったり建築だったりだから、うん、なんかその建物を作るみたいなところはまあ家業としても得意だと思うんですけどね、服作ったりとか、あのレストランで食事出したりとか、その辺って浩平さんが始められた。そうですね、一応まあ言い出しっぺとしてはですね、まあ、もちろんその実際に服作ったり料理作ったりっていうのはそのスタッフがもちろんやってはくれてるんですけど、まあ、その辺のなんか初めてのトライの時になんかその学び方ってあります？なんか、はい、うまくいってるところを研究するとか、コンサルを雇うっていう社長もよくいるじゃないですか、うん、自分が好きなものが多分はっきりしてるっていうのが大きいのかなって気がします。そこにこう迷いは多分ないというか、結局その多分何にしてもこう それに尽きるのかなっていうか、自分が好きなスタイルみたいなのがはっきりあれば、まあ、極論それにこう沿うだけといえばだけなので、なんか好きなものが分からない状態が一番こう何していいか分からないっていうか、あ、っていうことは、じゃあ浩平さんの、うん、まあ、もう自分の生活も一個一個ちゃんと意思があって選んでるものも、じゃあ器もこれがやっぱりこれが美しい、この作家のこれがみたいな、あ、そう、結構選ぶ、うん、服ももうこれ適当じゃない、適当にこれいいやじゃなくて、意識的に、そう、まあ、ある程度はですね、その、うん、もちろん仕事ほどではないですけど、うん、仕事ほどそのこだわるというかそのわけではないですけど、うん、こうやっぱ一番こう何新しいことをなんか仕事としてするって言った時に一番多分、うん、あの重要なのは自分の好きなものがある程度分かってるというか、うん、っていうことなのかなと。逆に言うとそれがありさえすれば多分どうにかなるんじゃないかなっていう気はしてますね、うんうんうん、はい、じゃあ自分はじゃあこれが好きで、うん、これはあんまり好きではないみたいなのを、うんうん、いちいち一個一個何か買う時とかももうはっきりさせて適当に買わないと、うん、そうですね、多分一個一個しっかり意思を持って選ぶっていうことをやっていくとそれが鍛えられるんですかね、その自分の美意識のセンスというか、日常的にっていう、日常的に、あ、そうですね、うん、それはあるとは思うんですけど、なんだろうな、そのんーちょっとネガティブかもしれないですけど、なんかこう結構大事なのってなんか、うん、嫌悪感を感じるっていうのも結構大事というか、うん、なんか逆にあこれちょっと嫌だなっていうことをいかに感じるかっていうのも結構大事なのかなっていうか、うん、あこれなんか嫌だなっていうのじゃないものを選ぶというか、うん、行くとそう、あの自分の多分好きなものに行き当たっていくので、うん、多分自分がなんでこれ嫌だなと思うのかなっていうことも結構なんか考えるというかですね、うん、あこういうのを自分は苦手だから、まあ、こういうのはこうなるべく選ばないようにしようっていうか、なんかそういう感覚も ある気が、それ大事ですよね、うん、結構そこをなんかみんな我慢して先に進みがちじゃないですか、ですよね、なんかそういうところ、その就活をしなかったっていうところもなんかそういうところにつながって、そう、ありますね、なんか違和感を感じて、そうなんか嫌だなみたいな、でもみんなそこ我慢してリクルートスーツ着てその列に並ぶじゃないですか、うん、そこを、うん、ね、
嫌なもん嫌だなんかっつって列並ばないでいけるっていう、それもなんか強さなのかなという、なんだろう、そうですね、だからまあいろんな考え方あっていいと思うんですけど、こう主体がなんか自分なのか、そのけどこんなこと言っておきながら自分もなんかなんて言ったらいいんでしょうね、自分が積極的にそれを選んでいるのか、それを選んだことによって人からまあポジティブに見られるから選んでいるのかっていうかって言った時に、まあもちろんその後者の視点が全くないわけではもちろんないし、自分でも分からなかったりするんですけど、まあ結構やっぱその割とその後者を意識しすぎるがあまり苦悩するっていうケースはやっぱありますよね。だから例えばなんかまあブランドものとかであってもなんかその本当にいいものもあるとは思うんですけど、まあたくさんありますけど、やっぱ選び取らされてるところもかなり多分あると思う。そうですよね、だからでも無理して別にそれ多分買わなくてもいいと思うんですけどっていうものっていうか、そういうのを手放す、なるべく手放すっていうか、みたいなのなんかあるかなっていう気がします。自分がこれだっていうものを、だからそのね、ナユタのこれもノートに書いてあったけど、でマーケットインのスタンスではやってないっていうところが清くていいなという、でもそれをかけるっていいなっていう、その最初に苦労したって話があるじゃないですか、お客さんが最初全然知られてなくて来なくてっていう現状がありながら、それを体験してもなおノートに、いやうちはマーケットインでやってないんでって書く、そこでやばいと思ったら何かちょっともっとこう相手の耳障りのいいことを書きそうだなと思ったんですけど、ひよって、それなんかひよってないなって感じがかっこいいなと思ったんですけど、単純に売り言葉に買い言葉的に言っちゃってる幼稚なやつっていうだけ、本当にそうです、強がりみたいな、本当にだから大人だったらもうちょっといなして言わない方がいいことを言わなければいいんですけど、まあ単にこう幼稚で成熟してなくて言っちゃうって言っちゃったみたいなだけで、だけですね、本当にそれだけなんで、ただの恥ずかしいやつです。そうなんですね。でそのね、オープンして、でなんかいろんな方が来られて、でもちろん当然ね、施設はね、素晴らしいんだけど、でもなんか至らないところもあり、お叱りも受けたみたいなことも書いてありましたけど、きついことも言われるんですか、ここはなってないんじゃないかとか、他の温浴施設と比べたら何が違ったんですか、その至らない点みたいなこと、至らないか、多分何か違うから言ってきたんじゃないか、他はこうしてんのに、なんかこうおかしくねみたいな話ですよね。例えばこれちょっと怒られるかもしれないですけど、時計をサウナに置かない問題っていうか、とかはちょっとそれは拗ねてました、なんか、こうやっぱ時計がないからダメだみたいな。時計は大体ありますね。なんか12分計ありますよ ね。そう。あれを目安にみんな、じゃあ自分は大体10分ぐらい入るからっていう目安にしてたりとかね。悪いことじゃないと思うんですけど、なんかそのよくよく考えた時に、そのやっぱりこれがなんかそのビジネスっていうか、マーケティングといいますか、なんというか、まあ今そのサウナの楽しみ方っていうものがかなりこう、テンプレ化されすぎていると正直思っていて、サウナに何分入って、水風呂に例えば30秒入って、そうですね、まあ、10分なんか整う、休憩するみたいなような、それを何セットするかみたいなのが、まあ、性であって、それ以外はもうないみたいなってなった時に、そのフォーマットにが、まあ、なんか正解だっていう認識が強いと、もう時計がない時点で自分のフォーマットできないからダメ施設ってなるんですけど、ただまあそのサウナって基本的にはその空間を楽しみに来ているというかわけだから、それをその時間設定って、そのなんかボクシングのなんて言うんでしょう、インターバルっていうか、なんかトレーニングで時間設定で区切るみたいな感じで、なんか良くないなと思ったんですよ、こうなんか別に我慢しに来てるわけでもないし、こう汗出しのそのトレーニングしてるわけではないので、まあ普通にこう、なんかちょっと
くなってきたなって思ったら別に上がればいいからっていうので、もうあえてそのまあお客様のご自身のペースで入られてくださいっていう、大体ほとんどもう8割9割の施設が置いてあるものをあえてうちはやらない、そういう世界観、そういうメッセージをこう発信したいからということで、そういうような、じゃあなゆたはじゃあ至る所にそういう浩平さんと前田組のそういう思想みたいなものがそこに詰め込まれてる、まあ、世界であると、そうなんでしょうね、うん、そうですね、だからもしかしたら他の施設に慣れてる方が来たら、うん、おっとここはちょっとおかしいんじゃないかと思うところもあるかもしれないけど、それを含めてその異文化を楽しむという、うん、そうですね、なんかそうですね、だからあの例えば書き込みとかで僕も見てしまうんですけど、あのなんか何やったっけ、サウナは悪くないですがちょっとおそらくオーナーの思想が強めで苦手ですみたいな書き込みとかってたりもします。なるほど、もうこれはもう好き好きなんでね、もうしょうがないです。そうですね、そうです、うんうん、まあ、もうしょうがない、うちに会う人が来てくれればいいと、うん、まあまあそうですね、うん、あのとはいえね、まあ、もちろんお客さん多い方がいいんですけどそこの、まあ、葛藤はあるけれども、葛藤はありますよね、うんと、うん、オーナーの思想の癖が強めだと言われます、うん、けどなんかでも思想なんで思想は強いとは思うけれども、それを前面に押し出してないからよ、うん、いいみたいなことを言ってくれる人もいるから、うん、その要はその感覚に対しての相性の問題で、うん、相性的にいい人はそれほど嫌に感じないし、うんうん、合わない人は、まあ、嫌に感じるから、まあ、そこはもう本当あの相性の問題だとは思います、うん、じゃあこれからもじゃあそのマーケットインではなくそのプロダクトアウトの考え方で、はい、うん、まあ、自分たちの理想のこうテーマパーク、癒しのテーマパークをこう実現していくためにこれからもやっていくという、うん、そうですね、うん、あのそうですね、ですね、まあ、もちろんねお客さんのこうご要望といいますか、うん、あのそういったものに聞く耳を持たないわけでは決して、うん、あのないけれどもけども、まあ、うん、まあある程度ねこうなんて言うんでしょうね、あ、まあ、こういうスタイルもあっていいんじゃないのっていうご提案は、うん、まあ確かにさせていただいてるから、うん、いやだからそこが素晴らしいですよね、はい、だからねリスクを負って金銭的にも勝負をして、うん、でお客さんが来ないっておいおっていうところありながらもその姿勢強気の姿勢を保っていくというところって結構メンタル強めの方じゃないと、自己肯定感強めというか、いやメンタルはでも強い方ではないです、本当に決して、まあ、そうですか、ね、強い方ではないですね、うん、だからなんか一応今のところどうにか我慢してるっていうかあの感じですね、全然強い方じゃないんですけど今後なんかこういうことやっていきたいとか、はい、力を入れていきたいとか、はい、みんなにお伝えしたいこととかってありますか、うん、はい、はっきりしてるのはあの、まあ、今飲食店と、まあ、小売りといいますか、マーケットだったり、セレクトショップだったりあのもうお花屋さんとかがあって、まあ、この7月に温浴施設オープンしたんですけど、あの、まあ、ちょっとこれいつになるかわからないんですけど、将来的にはあの宿泊もあのできるように、まあ、一応そのすでに今2階まで営業してて1階2階営業してて、うん、3、4、5階はもともと客室だったんですよ、うん、でそこは今あの稼働できてない状況なので、うん、まあいろいろあの落ち着いたらといいますか準備ができたらあの宿泊の方もできるようにして、うん、まあ、遠方からのお客さんも、はい、ご利用いただきやすいような体制にはしていきたいと思います、うん、はい、宿泊の方もじゃあ癖強めで癖強めで行きたいですね、もうさらに思想が強めで苦手って言ってもらえるぐらいのものを作らないといけないかもしれない、うん、いやもうそれ楽しみですね期待しております。お話を聞いて気になった方はぜひぜひあのなゆたのインスタだったりホームページをチェックしていただければと思います。ということで本日のポッドキャスト前田浩平さんをゲストにお呼びしてお話をさせていただきました、今日はありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。